東京と骨切り以外、顔を全部特会引っ換してましたとカミングアウトされた福岡みなみさんなんですけど、アベマ TV の方に出演されてまして、選んじゃいけない美容外科医っていうのをこれ語ってました。内容を振り返りますとですね、SNS で気持ち悪い投稿をしていないということ、イケメンキャラとかね、出てる人とか、えー、色物売りですね、要は。 あとは左翼活動家みたいな過激な発言を繰り返している先生。ああいうのはやめた方がいいよねという解釈ですね。あと40代以下の、40歳以下の若い医者、提供大皮膚科上がりの女医とか、キャバクラが良い医者、飲み歩いている先生とか、まあ最近でも問題になりましたよね。えー、筋肉医師の不倫問題、えー、偽カンナム整形外科。 未成年、誘拐、美容外科医、えー、逮捕されましたよね。あと、バブミ委員長。こんな感じのは、やめた方がいいというところですよね。で、カネドブ整形って言って、あの、某バチェロレってのさ、あのー、初期の頃と顔全然違う女さんいるじゃないですか。あの方が、えー、この、整形やばいよって言ってたランキングが、法令線ヒアル片元 BNLS とか、ハイフとかなんですよね。で、これってさ、もうまさに、その40歳以下、 で、えっ、ー、と、ま、あ研修やがってすぐ。 にできるような施術なんです。で、これは、ま、研修医とかがやってて、ヒアルロン酸専門医とか、もうなんかわけわかんない医者が爆誕していると。こういうのをやめた方がいいよね、という話になってますと。はい。で、えー、これら該当するですね、矢場病院をちょっとですね、羅列してみました。これでわかれば、まあ、あの、わかる人にはわかるかなとは思うんですけれども、ま、あ一応、整形初心者の方は参考にしてみてください。 具体的な政権のご相談石選びのご案内に関しては下者の概要欄のメールフォームからお送りください。